どうも、くにでーす。硬式野球をすることになりました。ちょっと硬式野球の試合に出ませんかっていうようなお誘いいただきまして、やるんですけども、ピッチャーどのぐらい出るんですかって聞いたところ、まあ、普通に140ぐらい掘ってくるというので、練習しないと多分打てないと。ということで、バット買いました。こちらです。シャーン。ローリングスの木製バット。今回買ったこちらのバットなんですけども、オーダーバットです。なんと高校通算最多本塁打記録男の清宮選手モデルです。で、このバットの特徴なんですけども、ちょっとグリップが太めと。以前紹介した木製バットの丸打ちよりもやや太い。今回のこのバットがですね、84センチ 890g。で、グリップがね、やや太めの、このグリップエンドがややフレア気味になっているというのがちょっと特徴のバットです。以前紹介した丸打ちのバットってあったと思うんですけども、あのバットは 900g。で、グリップもこのバットよりかはやや細いって形ですね。グリップエンドは同じようにね、フレア気味になってたんですけども、軽さがだいぶ違うと。で、聞いたところによると、この清宮選手モデルなんですけども、本人はここのヘッドの部分、くり抜いてると。くり抜くことでどういうメリットがあるかというと、ヘッドが走りやすくなると。で、こう、打ちに行った時にバット抜きやすくなるんで、いいということで、彼は抜いてるらしいんですけども、僕も丸打ちのバットでヘッド抜かれてるやつが、すごい振りやすかったので、このバット、ヘッドを抜きたいと思います。で、当然僕自分では抜けないので、お店に頼むんですけども、どこでできるかというと、ベースマンの大宮店でくり抜いてもらうことができます。バット持ち込みで1000円でくり抜いてくれますので、ぜひ皆さん行ってみてください。さあ、私のローリングスが今スタンバイされましたがですよ、このテープって何ですか？こちらもこのテープは何でしょうか？はい、これはですね、実際にくり抜くときに上からバットを押さえつけながら回すので、ここに負荷がかかってしまうんですね。はい、はい、でそれで負荷がかかって、その傷がつかないようにテープを巻いて。あ、なるほどですね。ベースマンさんの優しさってこと。そうです。ありがとうございます。すごいですね。すごい木の焦げる匂いが削れてる。熱っ、熱くて結構滑らかですね。そうですね。すげえ、こんな滑らかに切れんだ。はい、ということでくり抜かれたバットがこちらです。実はバット、僕ですね、同じバットを2本オーダーしまして、っていうのも木製なんでちょっと折られる可能性がリアルにあるということで、余分にちょっとバットを1本多めに買ったんですけども、抜くとこんな感じになりますね。で、肝心の重さなんですけども、どうなるかというと、875g になってました。約 15g ぐらいね、軽くなってたということなんですけれども、こっちの抜いてないバットと比べると、ヘッドの振り抜きが鋭くなります。で、実際にこちらの方で実出した映像がありますので、ご覧ください。こう。いや、投げてるももっと怖いですよ。手いった。こんな痛いんだっけな。久しぶりの公式、痛さに恐れて力が取れない。ちょっと高いですね。いや、でも外来てくれば悪いです。宇宙に。2、これか。むずいなぁ。ラスト3でお願いします。はい、話してみてください。よっそ。マジでどうです。ということで、久しぶりに木製で公式のボールを打ってみたんですけども、ちょっとね、思ったのが、僕普段ビヨンド使ってるんですけども、軟式用のそのウレタンのバット、ビヨンドを使って打ってる時に、僕いつもこの辺で打ってるっぽいんですよ、どうやら。やってる感じ。ただ、木製でこの辺で打つと、まあ飛ばないんですよ。ほんとここで打たないと、ボールが飛ばなくて、この辺で打っちゃうとちょっと手が痺れちゃうんですよね。そういう手のしびれっていうのを存分に感じながら初打ちを終わったという形です。なんで僕はね、当面の目標は木製バットで打つときにこのヘッドのなんですかね、この先っぽの方により近いところで捉える練習をしないといけないなというのをすごく感じました。僕はあっちこっちにあるんですよ、打痕があっちこっちにあるということでね、やっぱまだね、自分のこのバットに対しての打つポイントっていうのを定められていない、定めきれていないというのがありますので、そのあたりですね、ちょっと練習パートナーとかと一緒にですね、調整していきながら、しっかりと木製で公式のボール対応できるようにしたいと思います。実際の試合は木製ちょっと打つかわかんないんですけども、まあ、一応金属バットはあると言われてるので、まあ、木製で練習しといて、まあ、試合は本当金属バットに変えるかもしれないですけど、ひとまずはですね、このバットと、あとは丸打ちのバット、まあ、2つ2本使い分けながらちょっと公式もこれからやっていこうというふうに思ってます。で、皆さんもバット気になった方はぜひこちらローリングスでオーダーしてみてください。軽量でグリップはやや太め、そしてトップの方に重心があるバットですので、興味を持った方は問い合わせてオーダーしてみてください。それでは今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なしの近けた分4シーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。